てんだよね。すいません、今ちょっと声かけてもいい？あ、僕、はい、僕、兄さん、はい、今何されてるんですか？今ちょっと帰るところ。あ、そうなんですか。はい、顔映っても大丈夫ですね。まあ、はい、まあ、はい、大丈夫です。こんばんは。こんばんは。今、仕事帰り、はい、あ、そう、ちょうど仕事終わって、これから帰るところ。なんか、全身タイヤみたいな、着てるんで、はい、ミシュランみたいな。そうなんですよ。寒くて、これあったかいんですよ。シュプリーム。はい。おしゃれ。あったかくて。仕事が結構遅い時間までお仕事されてたんですね。そうですね、さっきまで、ついさっきまでちょっとやってて。ちなみにお仕事って何っすか？出たいんですか？え、ちょ待って、ダンス、ダンサー。へぇー。今、最初らへん。なんですか？今、横から質問してきた人、なんですか？すごい気になって、すごいどうしても気になったんですよ。お兄さんもお友達ですか？いや、初めましてです。初めまして初めまして。あ、そうなんですか？はい、そうなんです。ダンスのお仕事っていうのは、ちなみにどういうお仕事？まあ、その僕が今やってたのは、踊る、アーティストさんの後ろで踊るっていうお仕事。バックダンサー的な。そうです。かっこいい。なんかアーティストさんの名前とか聞いても大丈夫ですか？あ、全然浜崎あゆみさんという方、うね、はい、やらせていただいてます。かっこいいですね。ありがとうございます。マスク取れますか？かっこいいですね。メガネも取れますか？いや、もう戻ってもらって。ちなみにダンスのスタイル的にはどういう感じなんですか？僕はヒップホップ。もしかしてここにいる方たちってお兄さんのファンの方ですか？全員。すごいすごい。お兄さんのファン、有名人なんですか？はい。そうなんですよ。お名前聞いてもいいですか？こうやって言います。ちょっと新幹線が来ちゃったんですけど、はい、まだ引き続きわかりました、はい、ちょっとじゃあ後ほど、はい、新幹線だったらお願いします。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、なんか帰りにお忙しい。いえ、全然。さっきのあのホームにいた女性の方たち、すごいなんかこうキャーって感じだったんですけど、はい、もう高野さんのファンなんですか？全員。はい。そう、全員すか。自信がある。いや、でもダンサーさんですもんね。そうですやっぱそういう自信も持つのも大事ですよね。はい。いや、ダンスはもう結構長くやられてるんですか？そうですね、18ぐらいからな、10年ちょっとぐらいですね。結構もういい感じにプロダンサーです。そうですね、はい、やらせていただいてます。浜崎さん、あゆみさんのバックダンサーで今ライブを回ってるっていう、はい、そうです。全国ツアーでちょっと来てるお客さんは全部自分のファン？はい、もちろん。いや、前なんかどっかで見かけたんですけど、はい、なんかお兄さんがすごいなんかゲームをやってるのをなんか見かけたんですよね。ゲーム、はい、なんかオノマトペゲームとかっていうゲームやってるの見かけて、はい、どういうゲームなのかちょっともう一回見てみたいなと思ったんですけど。全然。後ろの方たちってお知り合いの方たちですか？あ、そうです、知り合いで。あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあちょっともしよかったら一緒にそのゲームやってみてもらってできますかね？全然。じゃあオノマトペゲームをやっていいんですか？参加していいですか？ちょっとあの、あ、お二人とも前回インタビューした方だ。どうもお久しぶりです。夢またぎゆうじです。いや、久しぶりです。新幹線の音がうるさくて聞こえない。ルールは何でしたっけ？は、オノマトペ、オノマトペ、シャンシャンって言ったら、例えば車とか言って、次の方がその擬音を答えます。ブー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 とか。なるほど。答えたらまたこの答えた人がまたお題を振って流れていくっていうゲームで。じゃあこの3人でそのゲームをちょっとやるという形で。はい。オノマトペ、オノマトペ、シャンシャン車、シャンシャンブーブー、バンシャンバイク、シャンシャンブンブン、シャンシャン洗濯機、シャンシャンくるくる、シャンシャンあーゆ、シャンシャンあみね、シャンシャン松のり、シャンシャン
悪口こうしてたもん、ね、やばく、やるならやれよこうやってやって笑われたんだけどまあ、通行不利、いや、やれよ、向こうなのよじゃあ、さつきさんは今負けたということで抜けですね抜けです、じゃあ、お二人でちょっと決勝戦という形で、はい、マジでじゃあまず僕から、はい、オノマトペ、オノマトペシャンシャン、おにぎりシャンシャン、コンコンシャン、A マークシャンシャン、キュイキュイシャンシャン、 A マークシャンシャン、カクカクシャンシャン、高橋裕二ちょっと待ってください高橋裕二って誰ですか。絶対クシャンだ奇跡によく高橋裕二って本当に言うの。え、その人誰なんですか。高橋裕二ってどう説明すればいいの。本当にいるんだよね。あの遺跡さんの友達の。そうだからこれ見逃してほしいです一回。まあじゃあもう一回だけ。最後一回だけ。じゃあ本当のファイナルです。これ参加でいきましょう。せーの。オノマトペ、オノマトペ、シャンシャン。飛行大きい。シャンシャン。ビュービュー。シャンシャン。飛行大きい。シャンシャン。ボンボン。シャンシャン。爆弾。シャンシャン。ドガンドガン。シャンシャン。牛丼。シャンシャン。シャンシャン。シャンシャン、ま、おまた、シャンシャン、おまたちょっと待ってください。あ、まあ、いや、これ私勝ちですよ。いや、松森さんがおまたを言えたら勝ちですよ。おーのまとべ、おのまとべ、シャンシャン、おまた、ピンクピンク、シャンシャン。いや、もうリズムあったらいいからちょっとですね。はい、もう私負けました。ピンクピンク。今のところ、あの、お題がちょっと、あの、この人がずるい感じですね。これですか。人の名前出したりとか、おまたとか。じゃあ負けでお願いします。わかりました、はい、悲しいですけど、こうやる感じです。ありがとうございます。お戻しします。すごい、ゲームもすごい、ダンスもゲームも上手なんですね。はい、このライブ残り、まだあとどのくらい残ってるんですか。あと6公演ですかね。6公演、あ、じゃあもう残りわずかですね。もうわずかになってきました。じゃあ残りわずか、来るお客さん、ファンの方たちに向けて、あの、一言メッセージいただいてもいいですか。はい、まあ今までこの47都道府県回ってきて、ちょっと今ナレーション、あの、新幹線の音があるんで、それ止まってください。わかります。止まりますもう53公演ぐらいあった中でも残り6公演になって、はい、でも終盤に差し掛かってきたので、まあ、これからさらにエンジンギアをもう一個、もう一段階上げて、みんながこう楽しくワーキャー言えるように僕たちも頑張るので、皆さんも盛り上がっていけたら、ファイナルはどっかん行くと思うんで、よろしくお願いいたします。オノマトペ、オノマトペ、シャンシャン、新幹線、シャンシャン、ビュービュー。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、あの、ライブ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。